ちは。はじめまして。カルロスコーディネーター .com のカルロスです。日本人向けのスペイン語の教師です。声だけでスペイン語を教えています。教材なしシリーズへようこそ。さあ、行きましょう。Vamos。みなさん、こんにちは。カルロスコーディネーター .com のカルロスです。今日は第4課、どこから来ましたかをやりましょう。今までですの訳し方をちょっと復習しましょう。私は何々ですはスペイン語でどうなりますか？ Yo soy。 あなたは何々ですはTú eres。 Tú eres。 彼は何々ですは Él es。 で、最後に彼女は何々ですは Ella es。 まとめて言うと Yo soy。 Tú eres。 Él es。Ella es。 で、日本語と同様に、私は、または、あなたは、彼は、彼女はのところを略して、soy、eres、es、es。 で、追加説明として、二人以上の他人の話をするとき、son、son を使いますね。それでは、二人以上の呼び方のとですの活用を学んでいきましょう。私たちは nosotros、nosotros で、私たちは何々ですは nosotros somos、nosotros somos。あなたたちは私たちとすごく似ています。私たちは nosotros で、あなたたちは vosotros、vosotros になります。で、あなたたち何々ですは vosotros sois。私たちだったら nosotros somos。あなたたちだったら vosotros sois。 で、彼らはスペイン語で ellos、ellos になります。彼らは何々ですは ellos son。 まとめて言うと nosotros somos、vosotros sois、ellos son。 で、私たちはなどのところを略するとsomos、sois、son。 で、この nosotros、vosotros、ellos は女性しか入ってないグループに対しては使えません。女性バージョンを使います。で、女性バージョンを作るには o のところを a にします。nosotros は nosotras、vosotros はvosotras、ellos は ellas。 活用は全く同じです。somos、sois、son。 nosotras somos。 vosotras somos。 sois。 すみません。vosotras sois。 ellas son。 ですの活用を勉強してきました。活用しない形の動詞は不定詞と呼びます。スペイン語のですの不定詞、つまり日本語のであることにあたる言葉は ser、ser です。で、ちょっと単語を学んでいきましょう。職業ですね。まず科学者。科学者はスペイン語でcientífico、científico。 女性の科学者だったら científica。一人以上の男の科学者だったら científicos。で、女性の一人以上の科学者だったら científicas。で、スポーツマン。スポーツやる人ですね。スポーツマンはデポルティスタ。男性名詞も女性名詞も同じです。デポルティスタ。一人以上のスポーツマンはデポルティスタス。じゃあ、例文を見ていきましょう。あなたたちはスポーツマンですよね。で、あなたたちはのところを日本語と同様に略せます。スポーツマンですよね。Sois deportistas, ¿verdad? Sois deportistas, ¿verdad? また、Sois deportistas, ¿no? Sois deportistas, ¿no? 次、僕らは科学者じゃないです。僕らは科学者じゃないです。あ、スペイン語で何て言うんでしょう？Nosotros no somos científicos. Nosotros no somos científicos. で、あの人たちは教師だけど、あなたたちは銀行員。で、あの人たちもあなたたちも全員女性です。この場合だと、あの人たちは教師だけど、あなたたちは銀行員。覚えてますか？教師と銀行員は。まず教師、プロフェッソルですね。で、銀行員は、バンケロ。で、この時は、みんな女の人で、あと1人以上ですね。なので、あの人たちは教師だけど、あなたたちは銀行員。という文章はスペイン語でどうなりますか？Ellas son profesoras, pero vosotras sois banqueras. Ellas son profesoras, pero vosotras sois banqueras. De 今から私たちは日本から来ましたみたいな文章を作れるようになりましょう。日本語では、僕は日本から来ましたと言いますが、スペイン語では、僕は日本のです。日本のものですね。日本のです。と言います。まず、のですね。そののは、で。で、日本語では、何々ののように言いますが、スペイン語では、で、何々と言います。逆ですね。国名は、名前と同様に最初の文字を大文字にしましょう。今聞いてるだけなので大丈夫ですけど、書くときにちょっと注意してくださいね。国名をやっていきましょう。スペインは、España, España, España. メキシコは México, México. で、日本は Japón, Japón. じゃあ、例えば、私たちは日本から来ました。スペイン語でどう言うんでしょう？まず、から来ましたのところを、のですに直訳しましょう。僕たちは、日本のです。どうなるんでしょう？まず、僕たちですね。僕たちは、どうなりますか？ Nosotros。Nosotros。その後、です。ですは、nosotros somos。somos。で、日本語で、日本のって言うんですけど、スペイン語で訳ですね。だからまず、の。のは、で。日本のだと、で、ジャポン。全部まとめて言うと、nosotros somos de Japón。nosotros somos de Japón。で、誰かに聞いている場合、メキシコから来ましたか？メキシコから来ましたか？つまり、メキシコのですか？は、日本語でどうなりますか？この場合も、あなたはのところは、日本語と同様に訳します。メキシコのですか？¿Eres de México？Eres de México? になります。で、最後。今、マリアはスペインから来たよね。マリアはスペインから来たよね。という質問をしたい場合、スペイン語でどうなりますか？あと、一つの注意のところは、今話してる相手はマリアではない。マリアだったらあなたを使います。で、今、三人称ですね。マリア。今話してる相手じゃない人だけど、マリアはスペインから来たよね。マリアはスペインのだよね。と訳しましょう。マリアはスペインのだよね。は、スペイン語でどうなりますか？María es de España, ¿verdad? また、María es de España, ¿no? María es de España, ¿no? で、皆さん、多分、英語でたくさんの国の名前をすでにご存知だと思うんですけど、スペイン語は、少し、日本語とか英語に似てるので、今ちょっとゲームをやりましょう。僕は、スペイン語で国名を言って、で、その代わり、皆さんは、ちょっと日本語で言ってみてください。例えばですね、僕は、ベネズエラ。ベネズエラ。この国は、日本語だと何と言いますか？ベネズエラですね。すごく似ています。なので、ちょっとだんだん、ちょっと早めにやっていきましょう。チレ、チレ、チレ、チリですね。次、パナマ。パナマ、パナマ。パナマですね。ブラジル、ブラジル、ブラジル。ブラジル。コロンビア、コロンビア、コロンビア。コロンビアですね。Honduras, Honduras, Honduras。 ちょっと難しかったですかね。これは、ホンジュラス。次、Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico。 Puerto Rico ですね。Nicaragua, Nicaragua。ニカラグア。日本語と全く同じです。ニカラグア。コスタリカ。コスタリカ。コスタリカ。Costa Rica. Ecuador. 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 Ecuador ですね。で、Guatemala. Guatemala. 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 Paraguay. 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 Uruguay. 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 Uruguay ですね。República Dominicana. またはドミニカナ。República Dominicana. República Dominicana. ドミニカ共和国ですね。共和国はスペイン語でレプブリカ。アルジェンティナ。アルジェンティナ。アルジェンティナ。アルゼンチンですね。で、もうすぐ そろそろ終わります。クバ。クバ。クバ。キューバですね。で、ボリビア。ボリビア。ボリビア。ボリビアですね。で、エルサルバドル。エルサルバドル。エルサルバドル。エルサルバドルです。で、ペルー。ペルー。ペルーです。じゃあ、皆さん、多分全部聞き取れたと思います。じゃあ、次は、ちょっと音楽を聴かせていただきたいです。音楽のちょっとリンクを、リンクでも、あと、動画のデスクリプションにも、載せときますので、ちょっと、レッスンを、の再生をポーズして聞いてみてください。すごく楽しいです。で、音楽にはたくさんのラテンアメリカの国が、集まっているみたいな音楽です。歌詞にはちょっとたくさんの国名、国の名前が入っているので、ちょっと音楽を聴いて歌いながら何の国なのかちょっと認識してみてください。多分簡単だと思います。じゃあまた5分後ぐらいですね。皆さんいかがでしたでしょうか？全部聞き取れましたか？簡単でしたか？意外と難しかったですか？で、今から、ちょっと復習しましょうね。スペイン語でのどこから来ましたかはどこのですかに訳します。で、スペイン語ではどこはどんで、どんで、どんでと言います。で、日本のはどういうふうに訳しますか？で、ハポンですね。で、この日本のはでハポンと訳しますので、どこのはどういうふうに訳すんでしょう？で、どんで。で、どんでですね。で、質問をするときに疑問詞でセンテンスの普通の順調が変わります。覚えてますか？ちょっと例文を、聞いてスペイン語に訳してください。まず、マリアは誰ですか？あの人です。で、あの人は彼女に訳しましょう。マリアは誰ですか？あの人。彼女です。まず、疑問詞ですね。誰。quién。で、その後は動詞、ですのところ。ですは、es。で、その後、何々は、何々がのところです。この場合だと、マリアですね。マリアは誰ですか？ ¿Quién es María? あの人です。彼女です。es ella。じゃあ、マリアはどこから来ましたか？スペインから来ました。で、直訳すると、マリアはどこのですか？スペインのです。マリアはどこのですか？¿De dónde es María? ¿De dónde es María? スペインのです。Es de España. ¿De dónde es María? Es de España. で、今、あなたたちに聞いています。どこから来ましたか？ベネズエラから来ました。どこのですか？ベネズエラのです。で、スペイン語でどうなりますか？で、でどんでソイス？あなたたちですからね。でどんでソイス？somos de Venezuela。somos de Venezuela。で、最後の例文。ディエゴとアナはどこから来ましたか？ディエゴはアルゼンチンから来て、アナはコスタリカから来ました。ディエゴとアナはどこのですか？ディエゴはアルゼンチンので、アナはコスタリカのです。じゃあ、ディエゴとアナはどこのですか？¿De dónde son Diego y Ana?で、どんでそん、ディエゴ、イアナ。で、ディエゴはアルゼンチンから来て、アナはコスタリカから来ました。ディエゴ es de Argentina y Ana es de Costa Rica。たくさんのラテンアメリカの国名学んできましたね。じゃあ、その、ラテンアメリカじゃない国、スペイン語でどういうのか、ちょっと覚えていきましょう。まず、中国。中国は、チナ。チナ。チナ。韓国は、南のコリアのように訳します。Corea del Sur. Corea del Sur. Corea del Sur. América va. Estados Unidos. Estados Unidos. あと、日本語にすごく似てる国名は、カナダは、カナダ。カナダ。フランスはフランフィア。ドイツはあまり似ていません。アレマニアと言います。アレマニア。イギリスはイングラテラ。で、最後のイタリアはすごく似ています。イタリア。覚えていましたか？ドイツはアレマニア。カナダはカナダ。中国はチナ。イギリスはイングラテラ。じゃあ、ちょっと練習してみます。ここに、ちょっと、4人ぐらいの人たちが、紹介したいんですけど、スペイン語はまだまだなので、あなた、聞いてる方に自己紹介を頼みました。じゃあ、例を見て、以下の人の自己紹介を言ってください。まず、例ですね。例をやっていきます。リュウさん、男性は、万里の長城の近くに住んでいるらしいです。仕事はケーキを作ることです。どんな自己紹介が適切でしょう？例えば、Soy Liu y soy cocinero. Soy de China. Soy Liu y soy cocinero. Soy de China. じゃあ、次行きましょう。メリさんは女の人です。タイムズスクエアからあまり離れていないところに住んでいるみたいです。まだ学校に通っているから仕事がありません。どんな自己紹介が適切でしょう？はい、いきますね。Soy Mary、ごめんなさい、Soy Mary y soy estudiante。Soy de Estados Unidos。Soy Mary y soy estudiante。Soy de Estados Unidos。で、次行きましょう。Perさん、男性、男の人ですね。は毎日美味しい国産のチーズとバゲットを食べているみたいです。仕事は高校生に教えているようです。どんな自己紹介がいいでしょう？はい、いきます。Soy Per y soy profesor.Soy de Francia. Soy Per y soy profesor. Soy de Francia. じゃあ、3人目の人です。ソフィアさんは男の人、ごめんなさい、女の人ですね。は、単語の生まれた場所で育ってきたらしいです。ギターを弾く仕事をやっているそうです。適切自己紹介は、はい。Soy Sofía y soy música. Soy de Argentina. Soy Sofía.Y soy música. Soy de Argentina. で、最後の4人目と5人目。アレサンドラさん、女の人とビアンカさん、女の人ですね。は、ピサのシャトーの近くに住んでいるみたいです。2人とも大学で研究をしているそうです。じゃあ、自己紹介は？はい、いきます。Somos Alessandra y Bianca y somos científicas. Somos de Italia. Somos Alessandra y Bianca y somos científicas.Somos de Italia. いかがでしたでしょうか？正しい自己紹介できましたか？じゃあ、今、自分の自己紹介ですね。あなたの名前とお仕事はどこから来たんでしょう？で、皆さん、最後に会話を聞いていきましょう。まず、会話に出ている単語。ここ。ここはスペイン語で、aquí。aquí。assó。assóは、así。así。へえ。ちょっとびっくりするときですね。へーは、anda。anda。で、少し3つの有名な日本の街ですね。東京は、Tokyo。Tokyo。京都は、Kyoto。Kyoto。で、最後の大阪は、おさか、おさか。スペイン語で地元の人ですと言いたいときは、僕はここのです。ここのです。つまり、どういうふうに言うんでしょう、スペイン語で。Yo soy de aquí。Yo soy de aquí。じゃあ、会話を聞いてください。2回目再生します。で、その後、練習をしてください。19、会話、conversación。Pedro は、Yumi という方と喋っています。Hola。Hola, perdona. ¿Eres de aquí? Sí.Soy de aquí. Soy de Madrid. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Japón. Anda, ¿eres de Tokio? No, no. ¿Eres de Osaka? No, ¿qué va? Soy de Kioto. ¿Ah, sí? Yukyu. Kaiwa. Conversación.Pedro は Yumi という方と喋っています。Hola。Hola, perdona. ¿Eres de aquí? Sí, soy de aquí. Soy de Madrid. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Japón. Anda, ¿eres de Tokio? No, no. ¿Eres de Osaka? No, ¿qué va? Soy de Kioto. ¿Ah, sí?皆さん、聞き取れましたでしょうか？じゃあ、練習。質問を聞きます。スペイン語で答えてください。ユミとペドロは、どこの国にいますか？エスパニャ。スペインですね。エスパニャ。ペドロは、どこの人ですか？Pedro es de España. Es de Madrid. Pedro はスペインの人です。マドリードのです。ユミはどこから来ましたか？Yumi es de Japón. Es de Kyoto. ユミは日本のです。京都のです。はい。皆さん、この第4課。どこから来ましたか？¿De dónde eres? を勉強してきました。大変お疲れ様でした。皆さん、ちょっとスペイン語でもうちょっとしっかり勉強していきたい方が、いるのであれば、ぜひ、carloscoordinator.com へ行って、レッスンを予約してみてください。初レッスンは無料です。あと、この教材なしシリーズは第5課で終わります。第5課も聞いてスペイン語をたくさん勉強してください。大変ありがとうございました。Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós.